国家部、ICE、インターコンチネンタルエクスチェンジ株銘柄分析してみた。インターコンチネンタル取引所は ICE と呼ばれ、アメリカのジョージア州アトランタに本部を置く。エネルギー関連や農作物、貴金属、排出権、株価指数、外国為替、金利、CDS など多様なデリバティブ取引を主力とする電子取引所及び取引所の運営会社。世界最大の株式市場であるニューヨーク証券取引所も参加。ゲーム内通貨、マイレージ、ポイント、仮想通貨等の新しいタイプのお金をアプリで一元管理利用することを実現する企業であるバクトの親会社でもあります。 ICE は、バクトの 65% の株主です。チャートですね、株価まず、117ドル65セントが現在、200日移動平均線上に切り上がってます。50日移動平均線も上向き、株価も上向きですね。順番もいいですね。200日、50日株価とものすごく順番が良くていいですね。傾きもいいです。この辺で買えてればすごくいいですね。この辺とか、この辺。出来高はまあ落ち着いてる感じですかね。はい、こちら月足のチャートになりますけど、もう右肩上がりで上がってますね。いいですね。ローソク足、陽線が 1,2,3 とついて、ヒゲもいいですね。うん。ボリンジャーバンドですね。この辺もう、バンドウォークしちゃってますね。西馬のところで今いて、ずっともう右肩上がりで、いい感じで上がってます。ずっと上がってますね。マックディは、そうですね、ゼロの基準よりずっとこの辺からもう上に来てますね。RSI 76.74 で高値圏でこの辺でずっと推移してますね。ちょっと怖い感じはしますけど、まあいわゆるもう典型的な上昇トレンドで上がってる銘柄です。業績収益、推移、売上高2015年からですね、売上高、まあすごいですね。ずっと売上も右肩上がりで、EPS もちょっとずつ上がってますね。PR が 31.40 ですね。配当もちゃんとあって、この辺増配が続いてちょっと落ちて上がってますね。うん、いいですね。決算、B としてますね。ビートしてます。YOY、ビート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 で、2021年の、の Q1 がマイナスで、でもここがいいですね。10.43、15.42 の YOY。いいです。アナリスト予想は、今 117.65 ドルで、アナリストのターゲットは125ドル42セントで、まだ、乖離が少しあるんで、伸びしろありますね。アナリスト予想、1月7日の直近で、期間ですね。アップグレード、バイ、バイ、ストロング、バイ、バイ、バイ、とずっと、買いを、してますね。買いになってますね。いいですね。あと PR は 30.24、PSR は 11.44、 1年間のトータルリターン 26.45%、 まあいいですよね。ちょっとずつ上がったって感じですね。
次の決算が2月の11日ということですね。以上です。